大崎町の牛小屋で男性の遺体が見つかった大崎事件の裁判のやり直し、再審を求める4回目の請求について、検察側が福岡高裁宮崎支部に最終意見書を提出し、高裁は今後、再審可否の判断を行うことになります。大崎事件は1979年、大崎町の牛小屋で中村邦夫さんの遺体が見つかったもので、殺人罪などで服役した中村さんの義理の姉の原口彩子さんが裁判のやり直しを求め4回目の再審請求を行っています。去年6月、鹿児島地裁は再審を認めない決定を出し、審理は福岡高裁宮崎支部に移されました。中村さんは事故死と主張する弁護側は、救命救急医の補充意見書を高裁に提出し、窒息死という確定判決に合理的な疑いが生じているなどと主張しています。弁護団によりますと、検察側は先月31日におよそ100ページの最終意見書を提出し、救命救急医の鑑定は合理的な根拠がなく信用性を認められないなどと反論しています。救命救急医が初めて明らかにした首を保護しなければ死んでしまうんだ短時間にということについて全く無視して批判に終始している。本当に彼女のために一刻も早く再審無罪を勝ち取りたいというふうに思っています。弁護団は今月15日までに検察側の意見に対して追加の意見書を提出する予定で、その後高裁では再審可否の判断が行われることになります。